ちょっと食べてみる。美味しいこれ。可愛い女の子もいるし。よし。今日下田のちょっと散歩しましょう。下田でっかい町じゃないんです。ちっちゃいけどすごい面白そうです。あとは後ろ見てください。カジキの大会です。それも楽しみしてくださいね。こんにちは。素敵な人いるんですね、下田。下田は着物の町にしようと言ってるのは野沢さんです。でも着物着てる人いないんですけど、お、偶然お店の前で着物と絹じゃないんですか、なんて読めるんですか、布、違う、着物と布、間違えました。着物じゃない、多分浴衣ですね。確かに浴衣は素敵と思います。中に入りましょう。ここで浴衣とかじゃない、そう、浴衣着ります、着ますよ。かっこいい。こちらを着ていただこうかなと思ってます。はい、あ、喜んで。ちょっと坂本龍馬の気分です。はい、OK、はい、見てください。ありがとう。かっこいいですね。そうそう、はい、温泉から出た感じみたいな。いや、それよりもちょっといい感じですよ。はい、ありがとうございます。どうも、どうも、頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あの、宣伝します。あ、ぜひお願いします。下田で、でもこの音が気持ちいいですね。音しないとダメですね。あの辺でちょっとみんな座って、何や、可愛い女の子もいるし。あれ、あ、クレーだ、それイタリア語で書いてある。アイスクリームショー、こんにちは。こんにちは。あ、気持ちいいですね。あ、このランプかわいい。これどこで？これはね、楽天。これ？かわいい。まずは、なぜ下田でアイスクリームショップやってるんですか？伊豆半島って、はい、シシリに似てるんじゃないかな。シシリに似てるんですか？すごい。ジェラートがないなんて、はい。イタリアの機械使って、ケースもイタリア。コーンもあるんですね。コーンがないとイタリア人アイスクリーム食べれない。あ、そうなの？コーンがなかったら帰ろうかなと思った。ほじ茶とピスタチオにしましょう。はい、ありがとうございます。これ自分で作ってる？そうです。ちゃんとピスタチオ使ってる？あの、ブロンデさん、ブロンデさん、高いやつですね。ちょっと食べてみる？大丈夫？ありがとうございます。ありがとうございます。ゆっくり行ってください。ここで食べようかな。おお、ほじ茶とピスタチオのミックス、欲しい。すごいオタク、美味しく、いろいろ勉強したんですね。ちょっと休憩しましょう。 Need you coffee。 じゃあまだアイスクリーム、でもさっきアイスクリーム食べたから今コーヒー飲もう。まだやってるんですか？大丈夫ですか？大丈夫ですよ。すごい。ここならではのものだとやっぱ黒船にちなんで、はい、あの、もちろんエスプレッソのコーヒーとかもあるんですけど、ぜひね、はい、この黒船ラテ、ブラックシープアイスラテ。これはもうぜひ。あと、もう一個、はい、甘夏コーヒーっていうのがあって、はい、この下田結構甘夏がいっぱい取れる、はい、なのでこの甘夏を使ったちょっとした甘夏。こっち取れるんですか？そうです、この辺ね、みかん、大きいみかん。すいません、両方もらいましょう。バナナも食べましょう。ぜひ、ありがとうございます。なんだこの店が。すごい、甘夏、珍しい感じのコーヒーとみかんの組み合わせですね。お、変わった味ですね。変わった味ですね。だ、ちょっと薄い感じのコーヒーですね。そうです。それで甘夏の甘みが出てる。そうです。甘苦い。黒船ラテです。まあ、それ、ゴマが美味しいですね。やっぱり全然違うんですね。面白い。ゴマと。エスプレッソ入れるとまたそれはそれで味が変わる。まだ変わるね。もうちょっと濃い。濃い感じ。面白い。でも、明日も面白いですね。ね、あっさりしてていいです。ありがとうございます、ね、すいません、バナナ出して、はい、なん仕事しろ。なんだかね、ずっと話し夢中になってるの。お客様のこと大事にしてない。バナナ出してください。25年作り続けてるバナナブレッドです。あ、おいしい、うん、バナナの味すごいたっぷり。おいしい、これ。ありがとう。まだ邪魔しに行きます。ぜひよろしくね。
美味しいです。あの組み合わせ不思議な感じ。こんにちは。どこに行ったんですか？まっすぐ行くとめちゃくちゃ美味しいアイスクリームショップある。本当ですか？まっすぐ行ってどこで右に曲がるでもあの店しかないから多分 Google で出てくる。めちゃくちゃ美味しいです。わかりました、ありがとうございます。すいません今食べた、ありがとう。ペリーロード、いろんなお店があるんですね。こんにちは。あの建物綺麗ですね。はい、そう昔のローランさん。はい、こんにちは。こんにちは。これ可愛いですね。こういう昔のアクセサリー。あ、これですか？うん。あ、昔のやつ。昔のイヤリング。可愛いですね。レトロな感じがする。あ、そう昔のだからね。可愛いじゃないですか。うん。素敵な人を使うと綺麗ですね。でも、でもこの道綺麗ですね。僕聞いたことない。いつもこの辺に。いいだけど、これペリーロードだって知らなかった。知らなかった、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。でも可愛いね、全部船と関係するもの。この家すごい綺麗。ああ、すごい綺麗、可愛い。あ、さっき言ってたのみかんはこれですね。これも素敵な建物ですね。これ干物、まあどこから入ればいいかな、こっちかな。こんにちは。こんにちは。あ、いい香りだね。これ全部この辺で取ってる魚なんですか？これは日本全国から。全国から。はい。下田で取れたのはこの金目鯛。あ、金目鯛。はい、いい。金目鯛美味しいですね。美味しいです。どういう感じで食べるんですか？干物と。はい、煮付けがあるんですけど、はい、干物は両面を焼いてもらって、炭火とかコンロで、はい、こっちは煮付けなんですけど、もう火が通ってますんで湯煎で、はい、沸騰したお湯に入れて、そう15分入れてもらえれば、美味しそう。もう美味しいです。これ白いご飯と食べると思う。そうですね、ホロホロのお肉で。すごい、結構昔からやってるんですか？そうですね、120年。すごい。明治33年。すごい。ペリーさん会ったんですか？ペリーはまだ会ってないんですけど。あとは下田で取れる魚、これ以外は。あとは高部です。ああ、高部ね、これも美味しい。美味しい。三小本島の近くで取ってきて。これかお。でもこれかこれかどっちがいいかな？お湯で。お湯で。どっちがおすすめか？これは温める。多分こっちの方がいいかな。これ。はい、ありがとうございます。あとはこれ。今おすすめのやつ。はい、ありがとうございました。すいません。美味しくいただきます。ありがとうございました。あ、今日楽しい。いろんな出会いあるんですね。お、この店もかっこいい。あら、知ってる人の姿がいる。こんにちは。アンチョクロって言うんですけど、はい、アンチョクロの柳田様です。あ、素敵な店ですね。かっこいい。あ、これ寿司屋さんだ。そうですね。下田で一番古いんですよね。そうですね。寿司屋さんとして。これ昔の芸者の、うん、違う。いろんな有名な方がいらっしゃった時に色紙を書いていました。でも誰か分かんないですね。そうですね。わあ、すごいですね、これは。これ、怪しいペリさんですか？そう、怪しいかもしれませんが、ハリスです。あ、ハリス。アメリカの初代総領事ですね、はい、あ、そのお吉物語という物語が書かれていて、はい、その時にハリスのお世話をしたのが東神お吉という、はい、後で言われるようになるお吉さんという人です。あ、うわー、すごい綺麗。これうわー、これも綺麗。これが薬炭です。あ、薬炭今使えないとか伐採できないので、これだけ長い材料をここと、まあ、隣もそうなんですけど使ってるっていうのは。このランプもかわいいね。なんだこんなレトロ綺麗。下田、皆さんどうもありがとうございました。楽しかった。この店に来てください。この店見に行ってください。この食べ物食べてください。住めところあれば教えてくださいね。よろしくお願いします。あと忘れないでフォローしてください。これ忘れちゃいかん。よろしく。